気象庁は5月20日から6月19日までの1ヶ月予報を発表しました。1ヶ月の平均気温は北日本から東日本、中国、四国にかけて平年より高く、九州と沖縄は平年並みか平年より高い予想です。6月に入ると西日本、東日本の太平洋側では前線の影響を受けて曇りや雨の日が増えるとみられ、気温は平年に近づく予想となっています。そしてこの先は梅雨前線が日本の南の海上に停滞しやすくなりそうです。6月に入ると西日本や東日本の太平洋側でもすっきりしない天気となる時期がある見通しです。ウェザーニュースでは梅雨入りは平年より遅めになると予想しています。梅雨入り前から雨の強まることがありますので、雨の対策は早めに進めるようにしてください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからも確認することができます。今後ともご利用ください。